コロムです。こんにちは、カルトです。ということで、本日は私がちょっと朝からずっとすっぴんなので、ソルトさんにメイクをして、佐藤ソルトになろう、フューチャリング愚痴会です。イェーイ。よかったら最後の方も見てくださって嬉しいです。それではレッツラゴー。チャンネル登録と高評価してね。なんかさ、忘れちゃうんだよね、愚痴って。いやでも確かによく言うじゃん、怒りのその沸点っていうか、5秒ぐらいしか本当は人間って怒ってないよみたいな。あるだから10秒ぐらいこうやって手になればやっぱ弱まるみたいな。そう、弱まるみたいな。通ずるものがある。やはりうちらはアンチに弱すぎる。じゃあなんかムカついたアンチとかあったら、たくさんありますよ。違うの、わかんの、言いたいことは。本当にそんなの気にしてないで、うちらに時間割いてよ。あ、本当にその気持ちわかるんだけど、むずくない？え、むずい。素敵なコメントにも日々費やしてる時間は、だからそっちの方が当たり前に多いの。だからちゃんといい人たちにもフィードバックしてるし、悪い人たちにもフィードバックしてるの。あの、どっちともちゃんと向き合っちゃうから、それゆえだよね。そう、でも別にこっちのさ、フィードバックならさ、もう毎日が普通に幸せじゃん。そうそうそうです。こっちに向けてのフィードバックは本当にさ、なんかもうそう、過酷なの。ブスとかだったらなんか、まあすいませんでしたってなるけど、なんかそれ以外の性格のなんとか、はいはいはい、あと自分のこのちょっとした一瞬のこのね、行動とかに対して違います、それは。そう、育ち方がとか、そういうこと言われたりすると、今までの人生20年間を見てないくせに、なぜそこまで言われなくてはいけないのだろうっていう。何思うの。いや、お前らさ、一瞬しか見てないよね。こっちは20年間生きてんだよ。ゼロ歳だから見てんのかよ。一番厄介なのが、アクチじゃないんだけど、汗。あ、わかる。汗かいてんじゃねえよ。汗ってんじゃねえよ、おめえら。汗かいてんじゃねえよ、お前ら、マジで。あの汗が一番うざいよね。うざ。めっちゃ怖くて、すごっ、うん、でもムカつくもんはムカつくからね、そうだって。だって言いたいんでしょ。じゃあ汗かかないで言えよ、うん、汗かかないで言ってくれる。悪いことしてる、ちょっと分かってんじゃん、汗って。そう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 、なんかそれを和らげるための汗なんだろうけど、うん、そうそうそう、ムカつく、それがね、うんうん、でも悪いって思ってるから、うん、なんか結局病むんだけど。そうそうそう、うん、なんかちゃんと病んでるから。そっちも病んでるからね、大丈夫大丈夫。あの、ライリーとなんか好きなアニメについて語るみたいな動画を出したんだけど、そのサムネをスクショされて、勝手にツイッター載せられて、自称オタクオツみたいな。うつら、ね、なんでそういうことしか言えないのさ。うちらさ、言われてないのに言うとかないじゃん。ない。言われたらそれはさ、今言い返してるけど、ゼロから1にはしてないじゃん、うちら。それでちょっとなんかバズってたのね、そのツイートが。ツイッターやんとか思ってんのかなんか知らんけどさ。え、しかもそれでバズっても、別にあなたが称えられたわけじゃないから。そうそうそう、うちらにあやかっただけだから。チャンネル登録と高評価してね。昔なんかあれが好きだったのね、韓国。うんうん。その時にめっちゃ叩かれたの、担当落ちようみたいな。うん、え、なんか自分のせいでね、うん、そういう風に言われて。いや、もちろんさ、なんかさ、同担拒否みたいな、うんうんうん、それは分かるの。分かるわ、そういう言ってる人もね、うんうん、だからそうじゃなくて、別に誰が担当っても言ってないし、うんうんうん、だから普通にポスター貼ってただけで、うんうん、なんか好きなんだよないみたいな。キモって思って。キモいって。で、しかもそれの時も自分はなんか自分が悪いのかなと思ったから、うんうん、やめちゃった。へー、ポスターも出した。ねー、やだ、その泣きながら。そうだよ。そうそう、もうやだ。シンプルにこの仕事をやってなかったら言われなかっただろうなっていう嫌な気持ちがたくさんある、うんうん、ある、うん、使ってこようとするじゃないけど、うん、ねえ、わかんの、利用してこようみたいな。ねえ、わかんの。え、でもそれってなんかさ、自分が勝手になんか思い込んでるとか、普通に自意識過剰だよとか言われるけど、うん、あ、そうだよねって思うけど、うん、でも絶対に確実に使ってこようとしてる人っていない、うんうん、いるよ、ね、お前と友達じゃねえからなって言いたくなっちゃうぐらい。わあ、思い出したわ。結構すーぐ消したんだけど、そのコメント、うん、ラッパー狙いすぎててキツってきて。待って、それは結構何も言えないかも。え、でもさ、でもさ、うん、コロさんってさ、うん、普通にヘッツやん。でも別に狙ってるとかじゃないのよ、うん、え、てかさ、なんかさ、狙っちゃダメなの逆に。狙って別にいいじゃん、ね、うん、狙ってないし、うん、狙っちゃダメなの。だって別にみんなさ、好きな人に対してさ、行くじゃん、ね、好きですって、押してますって言うじゃん、うん、一緒だよね。押しと好きがさ、お前ギャッ、なんかぐちゃぐちゃになってるだろ。おめえの価値観こっちに押し付けんじゃん。
ゃねえぞ。でもね、深読みすぎなんだよね、ファンの人が。うん、わかんの、うん、ファンでもないか。これめっちゃ吸ったらやばいから吸わないで。あ、オッケーオッケーオッケー。せーの。掛け声くれんの優しいな。ごめん、結構飛ばしたね。 あの目開いたらうつらって言いづらってことだったかも。この頃知ってる、これメイクアップめっちゃいいよね。マジでこれでディズニー行っても本当に寄れない。てかこれしか使えなくなっちゃってさ、分かんの。チャンネル登録と高評価してね。ソファーとかにこうやって座って寝る時用のこういう毛布かけるのめっちゃ好きなんだけど、分かる分かるよ。いや分かるよね。でもこれ毛布こういう毛布あんまり持ってない。めっちゃ面白いゲームあるんだった。ゲームあるんだったって。エロかベロゲームっていう。これ誘ってる顔か酔っ払ってる顔かっていうのを当てるゲーム。それはいつやんの。いつでもいいの。竹のゲームとかじゃない、普通に考えついたやつ、自分が。当たるか当たんないか、もうどっちか。あー当たったー、外れたーっていう。あ、エロだ。よし。ゲーム。俺もやってんじゃん。いいよいいよ。分かった今の分かった。ベロやろ。エロやろ。エロでエロやろ。ちょっと音だけしてほしい。エロです。エロやろ。あ、じゃあそれをもし好きな人にやってるとしたら、うん、ベロだなって。ベロベロだなって。嘘でしょ、飲ませすぎちゃったかもって。本当に。ちょっとやってよ。ちょっとどっちか決める。え、そうだよね。これおもろいな。これマジおもろいな。いくよ。うん。ベロだ。うわー。正解。え、おもろい。やろう。そう、そうやった方がいいよ、マジで。なんで考えついたの？経緯教えてほしいわ。友達と行って、うん、暇だなと思って、うん、ガガで見てみたいんよ、うん、何の顔って言って、うん、エロい顔って言ったら、うん、ベロベロなんかと思った、うん、あ、じゃあ分かった分かった、今からマジちゃんとやるから、うん、あれで、で、やったのがもう始まり。どっちも。じゃあこれが流行れ、 YouTube 界でね。エロかベロか、うん、スカイピースがやってくれたら。流行りますから。届け。届け。マジで届いたら面白い。チャンネル登録と高評価してね。セアのそのさ、テクニックマジすごいと思ってんだよね。ピもうなんかとうざいのあったかな。そうだ、愚痴大会だったんだ。そうじゃ、忘れてた。ちょっと愚痴というか、タクシーでさ、ウィーンウィーンって行くやつめっちゃ腹立たない。 あれメーター上げるやつでしょ。え、そうだよ。あれムカつくね。めっちゃムカつくよね、うん、あとさ、うん、絶対にこれに関してはしょうがないんだけど、お名前お聞きしていいですか。えやろ、別に絶対ここだって家の前だよ。持ってきたっていうことはそういうことでしょ。予約したってことですか。違うわけないじゃん。ない、先に言うかも、なんかあ、何でですってみたいな。確かに言えばいいんだね、うん、言えばいいんだよ、うん、おもろすぎる。それな、笑いすぎて鼻にかけてんの。ちゃんと目で笑うね。笑え、そうだよそうだよ。待って待って、ゲップ出そう。いいよ、出して。舐められやすいんだよね、うちらって。そっかも、顔的にもね、うんうん、メイクできつくならない。うん、なれるなれる。ちゃんと強い女って顔になるよね、うんうん、そう。でも絶対強い女ってならない。だって赤ちゃんだもん、今もみたいな子が頑張って釣り目のメイクとかしてるのが大好き。あ、そうなんだ、うん、ベビーフェイスだけど、うん、強いって感じ、うん、いや、なんか頑張ってんだよ。でももうバカにしてないよ、バカにしてないよ。じゃああっちに向けていって。はい、頑張ってんだよ。おい、バカにしてんじゃん。チャンネル登録と高評価してね。なんかさ、しょうがないこと言っていい、うん、イライラしてもないよ。なんかちょっとしょぼんってする話なんだけど、うん、なんかさ、4人とかでさ、動画撮ったりするとさ、うん、確実にさ、まあ、何々ちゃんスタイルいいとかさ、あ、ちょっとしょぼんってなる。わかんの。気にしすぎだよね、でも、うん、いやでも、マジわかんない。いやもう事実だしね、うん、いやわかんだけど、もうさ、それで言うとさ、うん、〇〇に似てるとかもさ、うん、結構嫌なんだよね。悪口の時ある、うん、あるよね、うん、ある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 。そうそうそう、あれ来た。
できた、うん、もう見ない方がいいね、こっちね。うん、そうだね。あ、歯取ったの？取ったよ。そうなんだ、うん。あ、ごめん、歯磨いてないから見えないで。あ、全然大丈夫。まあ、出会いそれだしね、うちらも。そうだよ。うん。歯磨かないんだよね。難しい。歯茎結構磨いた方がいいかも。ちょっと炎症してるかも。ちょっと炎症してるから、歯茎磨いた方がいいかも。口かろか？嬉しくて微笑んじゃった。あ、びっくりした。口臭くてびっくりした。違う違う。口臭くて笑っちゃったみたいになってるけど。違う。かわいい。茶色ピンクみたいな。かわいい。わ、アイライン引くの嫌だ。わぁ、むずいよな。とりあえず、涙袋から。これ向いてる？はい。ありがとう。なん、待って。上向いてって私言ってよ。上向いてしかもさ、めっちゃさ、上からさ。いやいや。ありがとう、暑いんだ。暑いもんね。でも塗るのめんどくさいの。あ、でもいい感じだわ。うん、え、かわいい。いい感じ。似合う。なんかこの前遭遇した、電車の隣に座ってきたおっさんがマジキモくて、うん、こう座んじゃん隣で、うん、結構さ、もう電車のさ、この横濡れってまあまあまあ狭いじゃん、うん、狭い。隣がデカおじさんとかだと、まあ、結構狭いじゃん、うん、太ももとかも結構狭いやん、うん、触れちゃうんじゃないかぐらい。その時に隣デカおっさんがこうやたらとポッケに携帯をこうやってなんかねじ込ませようとして、うん、そのついでにこのさんのこの太ももらへんをこうちょっと触んのよ、この指のこの辺で。こうやってやろうとして、こうちょっとこうさわさわさわしてくんの。めっちゃキモいやん。めっちゃ腹立つから、わしの降りる駅になった時に、もうめちゃくちゃ睨んで、めちゃくちゃ睨んで帰ります。やり直してやるからなんだ。マジでおもろい。ほんとやることおもろい。コロミちゃんのね、なんかの動画見つき、マジで面白すぎて、面白すぎて、面白すぎて、マジでこの人って変なんだなって、面白いなって。それあんたも言えるからね。いや、セアはさ、なんか通常なんだけど。いや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 。ソルトにあれやってほしいわ。あのさ、ISFP とかあんじゃん。やったことある？あ、やった？うん。なんだった？広報運動型みたいなやつ。ENFP だ。何人の人？ ISFP だ。うん、ISFP と、うん、ENFP, ENFP でしょ。ちょっと似てる部分がある。なんか上以外のことってこと？え、そうそうそう、なんか NFP らへんがちょっと似てるから、うん、全部一緒ではなかったね。うん、結構似てるけどね。そうなの、そうなの。几帳面じゃないんだよね。あー、几帳面。こだわるとこ変にこだわるって感じ。あ、それがないと思う、多分。せや、マジでこだわりない。うん、まん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 。ソルトはいろんな角度からちょっと確認したい。うん、コノさんはこの光の角度ちょっとどんなもんかなと思ってこう合わせ入れたい、入れたい。2人でこうちょっとねキモかったね、今ね。あ、いい感じ。あ、かわいい。いい感じ。はい、出来上がりました。ご対面したいと思います。はい。めっちゃかわいい。すごい。ゴージャス女だね。ゴージャス女だ。え、見えちゃうな。グラマラス、非常に。グラマラスですね。うん、すごい、ここがめっちゃ綺麗。やっぱ。それ感動するよね。やっぱめっちゃ感動する。え、なんなのこれ。このテーピングって大事じゃない？え、すっごいね。うん、ありがとう。チャンネル登録と高評価してね。まあ、ソルト髪の毛こうなってるし、このさんもこのままで。うん、ソルトになれたよっていう。うん、なりましたね。ということで、最後の方まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。ソルトの方でも動画上がりますので、よかったらみんな見てね。はい、概要欄に貼っとくよ。この動画が1ミリでもいいなと思った気持ちのグッドだ。リブでもいいなと思った気持ちのチャンネル登録。チャンミーでもやと思ってきましたコメントの方よろしくお願いします。ということで、コロミとサトです。